フィファランク4位のなでしこジャパンは、宮山、大木ミラワールドカップメンバーも先発したが、ランク12位の各区オランダに試合スコア3対1と完敗を喫した。前半4分、中盤でパスカットを許すと、カウンターで一気に詰められ、マルテンスに先制ゴールを決められた。さらに同21分には、サメジマがパスをトラップミス。 そこをオランダが逃さず、メリスが個人技でゴールに持ち込んだ。日本も大味を中心に積極的な攻撃を仕掛けたが、決め手をかき無得点で前半を終えた。後半には、菅沢山すやといった若いメンバーを起用。交代メンバーを中心に、軽やかなパスワークでオランダ守備陣を崩すと、後半4分。 坂口がゴールを決め、1点を返した。しかし、同32分にマスヤがペナルティーエリア内でファウル。PK を与えると、メリスに決められ、突き放された。こちらのニュースは、ヤフーニュースより引用させていただきました。試合には負けたものの、若手の起用で収穫もあり、親善試合ということを踏まえれば、 ベテランと若手の融合や世代交代への一歩としては今後につながる試合となったように思いますただそれ以上に佐々木監督からどのようなタイミングで次期監督へとバトンタッチするかの方が選手の底上げ以上に重要なような気がしないでもないのは気のせいでしょうか日本サッカー協会の案なんじゃそちらの方はなかなか進まないのかもしれませんが